グセーン、ハン・ナヒチェバンスキー、アゼルバイジャン語、フセーン・ザ・マックス・ツバンスキー、1863年7月28日1919 19年1月は、アゼルバイジャン人の帝政ロシアの騎兵将軍。ロシア皇帝に仕えた副将としては、唯一のムスリムであった。1863年7月28日、エリバニ県、ナヒチェバニで生まれる。 父方の祖父に、ナヒチェバンハン国の最後の統治者となったイーサン、ナヒチェバンスキーを持つ。父は、帝政ロシア陸軍少将のカルバリー・カーン、ネクシバンスキー、母は、エリバニ・ハン国王族のクリーシード・カージャール・イラバニである。1874年、グセインは、幼年団に入学し、1883年に、優秀な成績を収めて卒業した。 コルネットの階級を除され、精鋭のロシア帝国シニエ隊騎兵連隊に配属される。以後20年間を騎兵連隊で過ごし、階級はコルネットからコロネルまで昇進した。1904年に日露戦争が勃発すると、グセーン藩は義勇兵からなる第二ダゲスタン騎兵連隊を組織するべく、ペトロフスクポルトに配置される。戦時中、連隊と、 ハンナ・ヒチェバンスキーは顕著な戦果を上げ、7つの助軍を受けた。1907年1月27日、包囲されていたロシア帝国軍風評団を、騎兵隊の猛攻撃により救出した軍港により、グセンは、国四島聖ゲオルギー勲章に除される。また、金色の聖ゲオルギーの剣も授与される。1905年11月より、ハンナ・ヒチェバンスキーは、 第44四二次ゴロドスキー竜騎兵連隊の指揮官となり、1906年にはロシア帝国新兵隊騎兵連隊の司令官となる。1907年、少々に昇進する。1912年、第1騎兵旅団分献隊の司令官となり、1914年には中将に除され、第2騎兵士団の司令官となって第1次世界大戦に参戦する。 1914年8月、ハンナ・ヒチェバンスキーは、第一陸軍の右腕となる、騎兵集団の長に任命される。1914年10月19日より、第二騎兵部隊の司令官となり、同月22日には、ニコライ2世から直々に、セーゲオルギー勲章の勲三等を授与される。1915年6月、 平成ロシア軍の副将に任命され、イスラム教徒としては、唯一、当該階級を保持するものとなった。1915年11月25日、グセーン・ハンは、ロシアコーカサス軍の司令長官に配され、1916年1月23日には、騎兵将軍に昇進した。同年4月9日からは、この駅兵部隊司令官となり、ブルシーロフ構成に参戦した。 カーンにキシェブンスキー1917年の冬に、ペトログラードで2月革命が始まった時点で、ナヒチェバンスキーは、サーリを支持するロシアの2人の将軍のうちの1人で、あり、ニコライ2世に、自らの部隊を、反乱制圧のために使用する許可を得るために、最高司令官の軍令部に電信を送ったが、ニコライ2世はこれを受理することはなかった。ニコライ2世の退位後、 ハンナ・ヒチェバンスキーは、ロシア臨時政府への関与を拒否し、退役した後は、ペトログラードで家族と暮らした。彼は新たに建国されたアゼルバイジャン民主共和国を、支持しなかった、アゼルバイジャン人の数少ない例であり、カくクに、ロシアの君主主義を貫いた。10月革命とペトログラードチェーカー議長も異性、ウリツキーの暗殺事件の後、 ナヒチェバンスキーとペトログラードの突出した市民らは、ボリーシェビキによって、人質となり19、1919年1月に、ペトロパブロフスク要塞にて処刑された。正確な処刑執行日を含め、ナヒチェバンスキーの晩年の詳細については、フランスの歴史家、ジャック・フェランが、辞書、ディセンデンシズ・ナチュレルス・デ・セブロン・イグランズ・デュークズで、 ルッシエで1762や1905の中で移住したナヒチェバンスキーの子孫に関連して、これらの事実を記述した20世紀末まで明らかにされていない。1890年頃、ナヒチェバンスキーは、ロシアの詩人、翻訳家である、ニコライ・ゲイベルの娘、ソフィア・タウベと結婚した。二人の間には、ニコライ、タチアナ、ゲオルギーの三人の子を持った。 10月革命の後、ナヒチェバンスキー一家は移住した。一家の子孫は、フランス、レバノン、エジプト、米国で暮らした。1914年8月のタンネンベルクの戦いを、表題としたアレクサンドル・ソルジェニーツインの歴史フィクション作品にも登場する。ありがとうございます。